アメリカは一週間の間に台湾に対する二度の武器売却を決定しました。ペンタゴンは台湾に対し20億ドル以上でハープーン対艦巡航ミサイルを売却する予定だと発表しており、この案件はすでに議会に通達済みで約1ヶ月前後で正式に発行する見込みです。アメリカのある軍事ジャーナリストはこの武器売却は中共軍に致命的な打撃を与え、 共産党軍を直接海中に撃ち落とすことも可能だと述べています。ここ数ヶ月で中共の戦闘機と爆撃機が台湾の防空識別圏に侵入する頻度が高まっており、9月16日から10月29日の間に合計28回発生しました。中共のプロパガンダ映画では台湾へ模擬襲撃する様子すら描かれています。 台湾の反中共体制を支援するため、アメリカ国防総省は現在、国務省はすでに台湾に対するハープーンミサイル沿岸防衛システムの再度の売却を承認したと発表しました。総額は約23億7千万ドル、約2478億5500万円となります。ボーイング社製のハープーン沿岸防衛システムには、 最大射程125キロの RGM-84L4 ハープンブロック2地上発射型ミサイルが最大400機含まれるほか、さらに演習用ミサイル、ハープンランチャー輸送用車両100台、レーダートラック25台、技術文書、トレーニング設備なども含まれています。アメリカ国防総省はこの売却案件はすでに議会に通達済みで、 一ヶ月ほどで発行する予定だと述べています。台湾国家政策研究財団の副研究員で、軍事専門家の李聖集さんは、ハープーンシステムが中共に対する台湾の非対称戦力を向上させ、政空、政界に寄与することは明らかだと考えています。我认为

ハーブミサイルの空中発射版である空対時巡航ミサイル SLAMER ミサイル135発を売却すると述べ、中共が進攻を開始した場合は、台湾が自主開発した装備に配備されたこれらのミサイルが、直ちに中共軍に致命的な打撃を与え、中共軍を直接海中に撃ち落とすことができるとも述べています。 民進党の立法委員、王帝祐氏は、ブルームバーグに対し、今回の兵器売却は、台湾にとって非常に重要な位置を占めていると述べています。アメリカが最近、武器売却量を増やして、台湾をハリネズミ要塞化しようとしていることについて、王帝祐氏は、台湾が最近購入した兵器は、中共が戦争発動のために費やすコストを増やすことができると述べ、 我々が今、台湾で行っていることは、中国の指導者たちに熟慮を促している。また、彼らが台湾に侵攻した場合の代償を払えなくなるように努力もしているとも述べています。台湾に戦争勃発の気配が高まる中、台湾国際戦略協会が発表した世論調査の結果によると、中共が台湾に侵攻した場合、

先日、中華民国の現特発国防部長は、空軍作戦本部を視察した際に、我々は挑発も紛争も、紛糾も、誘発も行わないが、戦争を恐れず、戦いに広まないと述べ、士官や兵士の士気の公用を常に維持し、部隊の団結を図るよう求めました。ホワイトハウスのオブライエン大統領補佐官、 国家安全保障問題担当は、中共が武力による台湾侵攻を行った場合、アメリカが介入すると中共の立場が非常に危うくなるだけでなく、アメリカはさらに世界で反共大連盟を組織することも可能だと警告を発し、そうなると中共が孤立無縁の窮地に立たされ、国際的な捨て子になることは間違いないとも述べています。 台湾総統府、国防部、外交部はいずれも台湾の国防政策に対するアメリカの支援に対し感謝を表明し、台湾の自衛能力の向上と台湾海峡とインド太平洋地域における平和と安定の維持を望んでいると強調しました。NTD ジャパンがお伝えしました。